佐助稲荷神社は、神奈川県鎌倉市佐助にある神社、肝心年月は未生神社の縁起によると、平時の乱後に、伊豆に入るされた、源頼朝の夢に、稲荷の神霊が、おじの姿で現れ、平家討伐の自節到来を告げて、挙兵を促した。そのため、平家討伐後、佐助方に隠れ里の霊地を選び、畑山茂忠に命じて、 社殿を作らせたという。佐助という地名は、前右、兵衛健助だった頼朝を助けたためとか、和佐助、千葉助、三浦助という三人の助の屋敷があったため、三助が国と呼ばれていたのが変化したものなどと言われている。あずま鏡には当神社の記述がない。演文4年12月11日、鎌倉久保、足利元氏は、京都大寺の祈祷を、 サスケイナリし別べっとうさごぼうに命じたという記録が残っている。欧映25年2月、関東関連、上杉則りが、鶴岡八幡宮の愚装に対して、当社の別当職と車両を安堵している。古くは、鶴岡八幡宮非常時のおたびで、飛び地境が今車だったが、明治42年に独立した。2015年の映画、駆け込み女と借り出し男や、海外。 ダイアリー、1996年のテレビアニメ、天空のエスカフローネの舞台としても登場した。成功成就、立身出世の神様として、受験生、就活生、起業家などが参拝に訪れる。また、参道に、多数のアカトリーが林立しており、修学旅行等でも高い人気を誇っている。地球に降り立ったバーンが、神崎瞳の前で同様に現れた。 自流退治を境内で行っている。ありがとうございます。